今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録。今回は朝日杯フューチュリティステークスのラップ分析による穴馬考察を行っていきたいと思います。はい、ということでいよいよ血糖のチャンネルなのかラップ分析のチャンネルなのかよくわからなくなってきたところはあるんですけども、ご好評をいただいていますラップ分析の観点から朝日杯フューチュリティステークス考察していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。先週の阪神ジュベナイルフィリーズは、想定したラップと実際のラップがかなりずれてしまいまして、ちょっと見当違いの予想になってしまいまして大変申し訳ございませんでした。土曜日の中日新聞杯ではこちらの予想はですねメンバーシップ限定での配信とさせていただいたんですけども、本命に挙げたマテンローレオが2着、3番で評価にしたキラーアビリティが1着、軽視をした圧倒的1番人気だったプログノイシスが馬券圏外に沈んだという形でかなりドンピシャな予想ができたかなと思っています。実際の個人的な馬券の方でもですね直前のツイッターで上げさせていただいたんですけども、人気薄ながら3着に食い込んだアイコンテラーもしっかり上げていまして、馬連ワイド3連複とかなり儲けることができました。中日新聞杯につきましてはメンバーシップ限定での動画見ていただいた皆様からたくさんの的中報告いただきまして、誠にありがとうございました。今週もですね、しっかり貢献できるようにまた阪神ジュベナイルフィリーズのリベンジができるように頑張っていきますので最後までよろしくお願いいたします。はい、それではまずは朝日杯フューチュリティステークスのラップ傾向から見ていきます。過去4年のラップをまずはご覧いただいているんですけども、2018年黄色の折れ線グラフなんですけども2018年はちょっと前半が緩く流れて、決め手勝負になったかなといった形なんですけども2020年と2019年に関してはかなり前がかりのレースでしたね。前半3波論がもう33秒台で、こう流れるような形で、上がりがかかった、消耗戦になったような形ですね。2021年は、中盤がちょっと緩んで最後の直線の決め手が要求されたレースなのかなといったところですね。2021年は例年より前半が緩かったとはいえ34秒3ですので、2歳戦にしてはかなり早く流れたレースでした。前半早いラップに対応した実績というのが、必要になってくるレースかなといった感じですね。前半34秒台前半の流れにも対応できるスピード能力と、中盤緩まずに消耗戦になる傾向があるレースですので、スピード持続力が問われるレース質なのかなといった感じですね。阪神ジュベナイルフィリーズのラップ傾向と比べると、阪神ジュベナイルフィリーズの方が中盤が緩んで瞬発力勝負になりやすい傾向がありますので、今年の阪神ジュベナイルフィリーズはだいぶちょっとラップが違ったんですけども、過去のラップ的には阪神ジュベナイルフィリーズの方が最後の瞬発力が要求されるレース、こちらの朝日杯フューチュリティステークスの方は、スピード能力がより問われるレースなのかなといったイメージです。じゃあ今年はどんなラップになるんだというところですけども、先週の、阪神ジュベナイルフィリーズハイスペースからの前傾ラップで、高速決着となったわけなんですけども、今回のこの朝日杯フューチュリティステークスに関しましても前走で大逃げをした馬を含む、逃げた馬が複数いるという形なので、2019年2020年のようなハイペースの前傾ラップ戦になるんじゃないかなと想定しています。ここで2019年と2020年の結果をちょっと振り返らせていただくんですけども、2019年に関してはサリオスがめちゃくちゃ強い内容で1着となったんですけども、2着3着、大西ビジョングランレイこちらの2頭は前走が 1400m の距離で、前走上がり最速という形でしたね。特に3着だったグランレイなんかは14番人気ながら最後突っ込んできた形ですので、前走 1400m を経験しているスピードが、今回生きたのかなといった形ですね。2020年、こちらも前傾ラップになった、スピード決着になったレースですけども1着になったグレナディアガーズ、7番人気ながら、強い競馬で1着だったんですけども、こちらの馬に関しても前走 1400m のレースで上がり最速で1着という形でした。グレナディアガーズ前走、1400m で、しかもそのレースは 前半3波論が34秒2と流れたレースだったので、もう前走の時点でかなりのスピード能力を、証明していたという形ですね。こうやって見るとですね前傾ラップだった2019年2020年モデルケースとして考察すると、前走で速い流れの 1400m 戦で速い上がりを使った馬に要注意といった形が、見て取れるかなといったところです。ではですね、今年もそんな 1400m を使っている、馬というのにちょっと注目して、穴馬をピックアップしていきたいと思います。はい、それでは今回ですね、速いラップで流れた 1400m のレースに注目するということで、注目レースを1つ挙げさせていただきます。11月19日に行われました東京芝 1400m の1勝クラスのレースですね。こちらのレースですね、前半3ハロンが34秒3と速いラップが刻まれたレースでした。このレースで1着2着だったバグラダスとティニアですね、この2頭が上がり3ハロン33秒6、33秒5と、速い上がりを使って1着2着となったわけなんですけども、このレースで、速い、ラップにも対応する追走力と、しっかりとした決め手を、証明した形になりますので、今回ですね、前傾ラップでスピードが求められればこういったタイプの馬が、好走する傾向にありますので要注意かなといった形ですね。はい、それではもう1頭注目馬ご紹介したいと思います。コーパスクリスティですね。このコーパスクリスティ、新馬戦と、その次の1勝クラスのレース、2連勝で今回臨んでくる予定になっているんですけども、新馬戦でですね、新馬戦にしては前半、3ハロンがかなり早く流れたラップだった、レースを完勝しているといった形です。新馬戦にしてはというちょっと枕言葉はついてしまうんですけども、前半3ハロンが、35秒1と、流れた、新馬戦をしっかり、高位追走から抜け出して完勝していますので、高い追走力をこの時点では持っているのかなといった形です。次走でですね、同じく 1400m のレースなんですけども、前半ちょっとやや緩めに流れたんですけども、一貫ラップといって、前後半、ラップの、浮き沈みが少ないようなレースだったんですけども、そのレースを最高峰から上がり最速ということで、一定のラップをずっと、速いラップを刻み続けられる能力ですね、高いスピード持続力を証明した形かなと思っています。この内容2つの合わせ技みたいなもので、高い追走力とスピード持続力を持っているということで、今回、スピードが要求されれば面白い存在になるんじゃないかなと思います。前走の内容からは今回距離が伸びてさらに良さが出そうかなといった形なので、前走のように最高峰からのレースではなくて、この高いスピード持続力を生かすために、後位からのレースだったら面白いんじゃないかなと思う一頭です。はい、それでは今回の朝日杯フューチュリティステークスですね、メンバー構成的に前傾ラップだった2019年2020年をモデルケースとさせていただいて分析してきました。その2年ですね、両方とも前走 1400m のレースを使われている馬が活躍傾向にありましたので、今回も、速いラップが刻まれた、1400m のレースで速い上がりを使った馬というのを、警戒する作戦で挑ませていただきたいと思っています。ラップ分析の注目馬としましては、バグラダス、ティニア、コーパスクリスティ、この3頭を挙げさせていただきます。出走馬確定前の、考察となりますので、もしかしたらこの中からちょっと実際出走しない馬も出てきてはしまうかなと思うんですけども、今のところこの3頭に注目しています。ダノンタッチダウンに関しましては、血統的なところで見どころはありますけども、ラップ的なところだとちょっと不安があるかなといった形なので、この辺りは最終結論出すまでに、しっかり悩んで結論は出したいなと思っています。最終結論、血統考察を交えた最終結論につきましてはレース前日の動画で上げさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。血統分析その他ファクターを交えた最終予想はレース前日の動画にて公開させていただきますのでよろしくお願いいたします。この秋から血統と予想を掛け合わせた予想にチャレンジをしているんですけども、菊花賞、ジャパンカップではドンピシャの的中ができていますし、先週の中日新聞杯も、かなり個人的には儲けることができています。阪神ジュベナイルフィリーズにつきましては想定ラップとかなりずれてしまったので、全くの的外れになってしまったんですけども、今回もですね、想定ラップとしっかり合致すれば、かなり高い確率でドンピシャ的中が見込めるんじゃないかなと思っています。今回上げなかった馬の中でもまた注目している馬もいますし、その、他の馬たちも踏まえた、最終予想はレース前日また公開をさせていただきます。ぜひチャンネル登録、Twitter のフォロー合わせてお願いをさせていただきます。はい、それでは最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。